今季4位に終わった読売ジャイアンツは、来季、阿部慎之助新監督のもと、巻き返しを誓っています。これまでジャイアンツを引っ張っていた坂本勇人選手は、来季はサードにコンバートされ、菅野智之投手や丸佳浩選手は、レギュラーの確約は来季ありません。2軍監督を経験している阿部新監督の来季若手選手の起用法が注目されています。その中でジャイアンツの U23 投手層がやばいと話題になっています。今回はジャイアンツで注目されている23歳以下の若手投手を数名ピックアップし、来季の起用法を含めて紹介します。2023年ジャイアンツ投手成績。若手投手を見ていく前に、今季のジャイアンツの投手成績を見ていきます。今季のジャイアンツは昨年同様に開幕から不安の残る状態でスタートしました。ここまでジャイアンツを支えてきた菅野投手がオープン戦で故障により離脱、戸郷翔征投手は3月 WBC に招集されていて、WBC の影響が残ってしまうのではないかと不安視されていました。そんな中で戸郷投手は開幕からエースらしい投球を披露し、最終的には24試合に先発して2年連続2桁勝利となる12勝5敗、防御率 2.38 の好成績を収めています。その他の投手では山崎伊織投手が3年目の今季先発ローテに定着し、23試合に先発、10勝5敗、防御率 2.72 で初の2桁勝利と規定投球回を達成しました。新外国人のグリフィン投手は途中で故障離脱がありましたが、20試合に先発で6勝5敗、防御率 2.75、121投球回を投げています。中継ぎでは、抑えの大勢投手が故障でシーズン途中に離脱し、年間通して苦しい台所事情でした。その中でも2年目の菊池大輝投手が50試合に中継ぎで登板、4勝4敗11ホールド1セーブ、防御率 3.40 の成績を残しました。1年目の船迫大雅投手は36試合に中継ぎ登板して3勝1敗、防御率 2.70 と即戦力ルーキーの期待に応える成績を残しました。そして2年ぶりの1軍での投球を披露した中川幸太投手は、離脱した大勢投手の穴を埋めるべく途中抑えに配置転換され、44試合に登板、1勝4敗17ホールド14セーブ、防御率 2.08 と復活を印象づけました。好成績を残した投手がいる一方で、チーム防御率はリーグワースト2位の 3.39。開幕前に故障離脱した菅野投手は夏前に復帰しますが、4勝8敗、防御率 3.36 と全盛期とは程遠い投球となり、昨季37セーブで新人王の大勢投手も3月 WBC の影響が出たのかシーズン途中で故障離脱し、14セーブ、防御率 4.50 に終わりました。ジャイアンツ投手陣は先発も中継ぎも手薄な状態のため、若手投手の台頭が期待されています。井上温大。ジャイアンツ期待の投手で、井上温大投手の名前は1番に上がってきます。井上投手は2001年生まれの左腕で22歳、2019年ドラフト4位でジャイアンツに入団し、来季は5年目のシーズンとなります。今季は1軍で4試合に先発し、0勝1敗、防御率 10.95 と打ち込まれ、昨季は7試合に登板で4試合に先発、1勝1敗、防御率 6.00 です。1軍ではまだ実績はありませんが、2軍では今季11試合に登板、10試合に先発して7勝0敗、防御率 0.75 と圧倒的な成績を残しています。奪三振は72回3分の1を投げて85奪三振で、奪三振率 10.45、 1イニングあたりの四球と安打による出塁頻度を示す指標 WHIP は 0.65 で、2軍で20回以上投げた投手では最も低い数値でした。この数値は今季の阪神タイガース村上頌樹投手の 0.74 や千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希投手は 0.75 に匹敵します。1軍と2軍、投球回なども大きく異なりますが、2軍で佐々木朗希投手クラスの投球を見せていたことになります。来季ジャイアンツの投手コーチを務める内海哲也投手コーチは、井上投手に期待しています。自主トレにも2021年から2年間一緒に行ったことがありますし、順調に成長してくれているなと、来年以降はローテーションでやってほしいと期待を口にしています。ジャイアンツ OB の高橋久典氏も井上投手に期待しています。高橋氏は自身の YouTube チャンネルの動画内で、春とあたりの若い投手が出てこないと投手陣の活性化にならない。僕は一番期待しているんですけどね、と語っています。井上投手は2軍では圧倒的な成績を残しましたが、1軍では4回先発していずれも5回を投げきれず降板となっていることに高橋氏は言及し、1軍で投げている姿を何回か見ましたけど、1軍のバッターを抑えるコツをなんとなくまだ分かっていないのかなというのがある。全部が全部一生懸命投げている印象だったと、今季の1軍での井上投手の印象を語っています。しかし2軍では圧倒的な成績を残していることと井上投手のポテンシャルを認識している高橋氏は、2軍でそれだけ成績が出るということはある程度抑えるコツを徐々に分かってきた感じがすると思うんですよね。来季はそこをうまく使いながら自信を持たせながら、阿部監督だったり内海、杉内コーチがうまく引き出してくれるんじゃないかなと思いますけどね、と語っています。井上投手の特徴として、多彩な球種を操る上に直球を含めてどの球種も高い精度で投げられます。2軍での成績ですが、失点増減を示す指標で球種ごとに見ていくと、直球が 14.6、 スライダーが 4.8、 カットボールが 1.4、 カーブが 0.9、チェンジアップが 2.1、 フォークが 2.2 と、全てでプラスの数値。このように井上投手に対するチーム内外からの期待が高く、先発ローテに入ることが期待されています。横川海、次に期待の若手として名前が挙がるのは横川海投手です。横川投手は2000年生まれの左腕で23歳、高校時代は中日ドラゴンズの根尾昂投手や千葉ロッテマリーンズの藤原恭大選手らと同世代の大阪桐蔭で春夏の甲子園で連覇を達成し、ジャイアンツからドラフト4位で入団。4年目までは通算5試合に登板し、2敗で勝利はなく、2023年の序盤まで2年連続でオフに育成契約からシーズン序盤に支配下登録されています。横川投手は4年目までは平均球速が130キロ台でしたが、2022年秋に投球フォームをグラブを高く上げて左手を振り下ろして反動をつけるフォームに変更。結果140キロ中盤をマークし、9位も上がりました。2023年春季キャンプで原辰徳元監督は横川投手の高い位置から振り下ろす姿を見て、タワーマンと名付けました。横川投手はオープン戦途中に育成から支配下登録に変更し、開幕から先発ローテに入りました。先発として3度目となった4月23日の東京ヤクルトスワローズ戦で5回59球5安打2失点でプロ初勝利をマーク。高校3年間で一番下だった。一番になりたいと思っていた。先に勝てたとは思っておらず、皆が活躍できるように切磋琢磨したいと、横川投手は初勝利後のヒーローインタビューで語っています。横川投手の今季は20試合に登板し、先発は16試合、4勝8敗で2ホールドポイント、防御率 3.95 で84回3分の1の投球回を投げました。何度かローテから離脱し、中継ぎに回る時期もあり、1軍起用1年目としては9大点ですが、物足りなさも残ってしまいました。今季4勝を挙げたことで来季に対する期待も上がっており、内海新投手コーチは横川投手に伝家の宝刀チェンジアップを伝授します。上から投げ下ろすタイプでチェンジアップを抜く感じで投げていた。それだったら僕みたいに腕を振って切った方が変化も出るし、ウイニングショットになる可能性のある投げ方をしていると横川投手に対する期待を内海新投手コーチは語っています。阿部新監督も横川投手に期待をしており、秋季キャンプで指導をしています。意識だね、気持ち、意識、最後困ったらアウトローって言ってアウトローにビシッと言ってボールと言われるのか、ど真ん中に投げて空振り取るんだとか打ち取るんだと思っていくのか、そこだけだと思うと阿部新監督は語っています。今季の実績からも横川投手は井上投手と同様に来季先発ローテの期待が高いです。現状で先発は戸郷投手、山崎投手の右腕2人のため、左腕の横川投手、井上投手にかかる期待は高いものがあります。球団 OB の高橋久典氏も横川、井上がローテーションに入ればこれは大きいですよ。ジャイアンツが強い時ってローテーションの左ピッチャーがキーポイントになったりしてるんですよと横川投手に来季期待しています。来季は目標とする2桁勝利を挙げるためにも先発ローテに食い込みたいです。京本誠、3人目に上がるのは京本誠投手。京本投手は2004年生まれの右腕、19歳で2021年に大分の明豊高校から育成ドラフト7位で入団します。背番号は014と育成選手ですが、2年目の今季は評価が高く、2軍では15登板で5勝4敗、防御率 2.36 を記録。189センチの長身から最速150キロで角度のあるストレートを投げ下ろし、まっすぐ、チェンジアップ、あるいはフォークで組み立てていきたいです。カーブ、スライダーでいつでもカウントを取れるのが自分の強みと語るなど、多彩な球種を操るのが持ち味です。杉内俊也投手コーチは京本投手について、タイプ的には広島の森下正人投手、柔らかさもあるし投げ方も含めてね、本人も森下投手と自分は似てるようなことを言っていた、確かに似ているなと思うと語ります。杉内投手コーチは、昨年は140キロ出なかったけど150キロまで出るようになった、最速は142、143キロが151、152キロまで上がっている、2年目であそこまで成長してくれたのは大きいねと京本投手を評価します。京本投手の課題については、身長が高くて細い、大きくなったら面白いよね、まだ体が弱いところがある、球数を投げられないとか、投げるにしてもバテるのが早い、でも大学2年生と思ったらかなりいい投手、あれだけ投げられればと、身長189センチ、体重80キロの細い体型からフィジカル強化が課題と杉内投手コーチは見ています。ジャイアンツは2年連続 B クラスからの立て直しに若手の成長は欠かせないことから、春のキャンプでキャンプに呼ばれる可能性だってあると思う、支配下登録の可能性もゼロじゃないんじゃないと杉内投手コーチが語るように、京本投手の期待も高いものがあります。京本投手はシンデレラボーイになれるのか楽しみな存在です。堀田健信、4人目は堀田健信投手。堀田投手は2001年生まれの右腕、22歳で青森山田高校から2019年ドラフト1位で入団します。2年目のさっきに1軍初登板し、8試合に先発して2勝3敗、防御率 6.29 とプロ初勝利もマークし、今季飛躍の期待がありました。しかし今季は春季キャンプで故障し出遅れ、1軍では中継ぎで3試合の登板に終わり、防御率も 8.10 と結果を残せず、最速155キロを誇った直球も故障明けはほとんど見られず、直球の威力もスピードも堀田投手にしてはいまいちでした。今季オフは11月から12月に台湾で行われているアジアウィンターベースボールリーグに参加しています。その中で今季投げられなかった分を発散するかのように好投を何度も披露しています。堀田投手自身も台湾へ出発前に、今年は全然投げられなかったので体も疲れていないですし、今シーズン投げられなかった分を投げて台湾でもやれることをしっかりやっていきたいと意気込みを語っていました。出発前の秋季キャンプで軸足にしっかり体重を乗せることを意識して取り組み、2試合目の先発登板では最速152キロを記録。シーズン中は中継ぎ登板でも140キロがほとんどだった中、以前のような直球の威力が戻ってきたように見えます。堀田投手も安定した投球の感覚をつかんだ様子です。12月9日までに2試合に先発し、1勝0敗、防御率 1.50 と成績も残しています。今年は満足のいくぐらい投げられなかったので、ウィンターリーグでしっかり投げていきたい。堀田投手は台湾で見せているたくましさを増した姿を、来季は一軍で見せてくれることを期待しています。直江大輔。最後の5人目は直江大輔投手。直江投手は2000年生まれの23歳の右腕で、長野の松商学園から2018年ドラフト3位でジャイアンツに入団。今季は16試合に中継ぎ登板し、0勝1敗6ホールド、防御率 3.86、4月は中継ぎで9試合、防御率 0.87 と好投を披露していましたが、5月になると6登板で5失点と安定感を欠き、2軍に降格。その後、2軍でも8月を終えた時点で防御率 5.67 と精彩を欠いていましたが、9月以降は 32.1 イニングを投げて、防御率1.95 を記録。終盤をいい形で終えることができました。シーズン終了後のフェニックスリーグや侍ジャパンとの練習試合でも好投を披露しています。直江投手は最速150キロの直球と多彩な変化球とのコンビネーションが特徴です。原元監督は直江投手の特徴を、プロ野球選手として一番大事な闘争本能、強気、魂を持っていると評価しています。今季は期待された先発登板はなく終わりましたが、秋季キャンプでは杉内投手チーフコーチと重心が前のめりになる癖の修正に取り組んでいます。その後、直江投手は堀田投手と同様にアジアウィンターベースボールリーグに参加し、他の投手より頭一つ抜けた成績を残しています。12月9日までで3試合に先発登板して、18イニング自責点2で防御率 1.00、2勝0敗で防御率はリーグ3位を記録しています。奪三振もイニング数と同じ18個を奪っています。来季が6年目となる直江投手は台湾での修行を経て、来季の飛躍につなげていきたいところです。社会人選手型ドラフトの理由。ジャイアンツは23歳以下の投手陣が他球団と比べても充実していますが、2023年のドラフトは社会人選手が多く指名されています。1位は中央大の最速155キロの右腕、西舘勇陽投手を北海道日本ハムファイターズとの競合の末、引き当てることに成功。目玉の一人と見られていた投手の指名に成功しました。問題は2位以降の選手で、2位から5位まで社会人選手を指名しています。2位の森田俊也投手は大卒社会人5年目で、来年2月に27歳。4位の又木哲平投手は大卒社会人3年目で、来年2月に25歳です。水野勝人スカウト部長は異例のドラフトに踏み切った理由について、チームが3年連続でリーグ優勝を逃しているため即戦力にこだわったことや、過去 1,2 年で指名した高卒の育成選手が育っていることを挙げています。今季のチーム防御率がリーグ5位に終わったことから、即戦力に偏ったドラフトになったと考えられますが、23歳以下の選手に期待できる選手が多くいることも社会人選手型ドラフトに踏み切った理由と考えられます。まとめ。ジャイアンツには多くの将来有望の若手投手が多く在籍し、来季は阿部新監督が若い選手をどう起用するか注目を集めています。投手は特に駒不足が先発も中継ぎも目立つため、若手投手たちが入り込める枠はあります。しかし枠も多いわけではないので争いにはなりますが、誰がその枠を勝ち取るのかが楽しみです。ご視聴ありがとうございました。